こんにちは、MB です。レザートートバッグ、完成しました。2月12日夜9時から2月13日夜11時まで発売します。MB スーパーハイエンドレザートートバッグ、黒とブラウン、2色展開のアイテムで発売させていただきます。これ、マジでスペシャルなアイテムになりました。はい、というわけで今日の動画はですね、告知動画となります。 MB スーパーハイエンドレザートートバッグ、2月12日発売、税込みで5万2000円となっております。オール国産日本製で作ったこちらのトートバッグなんですけれども、クオリティの高いもうメゾンみたいなものづくりをして、トートバッグ、メンズのベーシックアイテムを作らさせていただきました。今回はこのトートバッグについてしっかりと解説をしていこうと思います。素材とかものづくりの勉強にもなると思うので、買う気がない方もぜひ見ていただければというふうに思っております。僕のオリジナルブランドの MB アイテムはレザーのアイテムが非常に好評で、まあ、レザー特にあの気合を入れて、メンズだとレザーってちょっと安っぽいものを使っちゃうと本当にこうチープな着こなしになってしまうので、もともと僕はレザーのバッグって投資した方がいいですよって散々言ってるんですけど、まあ、メンズのレザーのバッグってどうしても高いものばっかりなんですよね。本当にちゃんとした海外製のものを買おうと思うと、まあ、10万切るものってなかなか出てこないですし、で国産のまあ 4,5 万ぐらいのものを買おうと思っても、やっぱり 4,5 万ぐらいのものってそこまでクオリティが高いものが見当たらなくて、海外の製品とかと比べてしまうと、だからなかなかその投資しろって言われてもいきなり10万円のカバンって買いにくいじゃないですか。なので、僕らは D2C 形式で、僕らって中間に業者挟んでないので小売店がいるわけじゃないし、宣伝にお金かけてるわけじゃない、販促費ゼロですし、僕自身が作って、僕自身が宣伝して、僕自身が売ってっていうことをやってるので、理想的な D2C だと思うんですね。関係性がほぼお客様と作り手ぐらいしかない、まあ、もちろん作ってくださってる工場さんとかいろいろいますけど、ただまあ中間に入ってるところが非常に少ないので、コストをぐっと圧縮できるっていうのがあの D2C のこのやり方の大きな、僕らがやってるやり方の大きなメリットかなというふうに思うんですけど、そこで今回もですね、その D2C の形式を利用して、極上の素材、極上の作りを、値段を可能な限り安く税込み5万2000円で仕上げさせていただきました。で、国内工場をフル活用してですね、今回レザーも姫路のレザーを使っています。姫路レザーすごい有名ですけど、国内最高峰のレザーの素材ですね。国内だけじゃなくて海外のブランドとかも活用されることが多い姫路レザー、有名なレザーですけれども、こちらを国内の縫製工場で仕上げてあるので、オール国産のアイテムになっています。まずレザーの素材について解説していきましょう。耐久性と美しさを追求した究極のレザー素材という感じですね。まずポイント1つ目、今回使っているレザーは先ほども言った通りですけど姫路レザーです。この姫路レザーなんですけど、単純にそのレザーがブランドの姫路レザーですっていうだけではなくて、なめし方だったり仕上げにもこだわった究極のレザー素材、特に耐久性と美しさを追求した素材というふうに言えることができると思います。でそれは何かというと、まずなめしですね。今回なめしにもこだわっていて、コンビなめしを採用させていただいています。なめしってよく聞くけど、一体なめすってどういうことなのかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、レザーってもともと動物の皮なわけじゃないですか。で動物の皮っていうのはこういう漢字書くよね。皮っていうね、皮膚、僕らの皮膚の皮の字を書くよね。で製品のこういうバッグにした時の製品の皮っていうのは比較製品のこの皮の文字になるじゃないですか。だからこの皮からこの皮、動物の皮から製品としてのレザーにする作業がなめし、なめすっていう作業っていうふうに覚えてもらえれば間違いないです。なめすって聞くけど、一体何のことなんだろうって思ってる人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、こういうことなんですね。だってこれ動物の当然皮で作られてるわけだけど、動物の皮をそのままこう縫製してバッグにしましたってやったら、なんかすぐダメになりそうな気がしませんか？そう、すぐダメになっちゃったりとか、製品としての耐久性が担保できなかったりとか、思ったように光沢感が出なかったりするわけですよね。でそれをなめすという作業によって、皮をちゃんと美しく発色して、色が着色して、で耐久性が高くなるようにする作業がなめすという作業なんですけど、ここの工程って実はやり方がいくつかあるんですね。で今回コンビなめしと言ってるのは、代表的な2つのなめし方、クロムなめしとタンニンなめし、この2つをハイブリッドに混ぜたものを今回採用させていただいています。
で、クロムなめしって何なのかっていうと、クロムなめしっていうのは比較的新しい技術のものですけども、薬品を使ってなめす方法ですね。そうするとクロムなめしで薬品を使うとですね、耐久性が高くて傷がつきにくく、柔軟性に富んだレザーができるんですね。で、熱にも強いし劣化もしにくくなるかな。だから耐久性っていう意味では薬品を使ったクロムなめしが最強なわけなんですけれども、一方でタンニンなめしってどういうことかというと、植物性のタンニンを使ってなめしていく、まあ、薬品とかではなくて植物性タンニンを使うんですけど、これはもう昔ながらの手法なんですけど、ベジタブルタンニンとかって言いますね。ベジタンとかってレザー好きな人は言いますけど、ベジタンのレザーっていうのは、タンニンの植物性タンニンを使ったレザーっていうのは、経年の風合いの変化がすごく美しいんですよ。光沢感もびっくりするぐらい出るし、その深みのある光沢が出てくれるというか、ベジタン特有のあのツヤ感っていうのが、まあ、多分レザー好きな方だったらみんなわかると思います。だから見た目の印象はベジタンが最強なわけですね。でもベジタブルタンニンだと、どうしてもその耐久性っていうところで比べると、クロムなめしと比べるとそんなに強くないわけね。なので今回タンニンなめしとクロムなめし、どちらも活用したハイブリッドななめし方のコンビなめしを使用して、風合いはいいんだけど、風合いはベジタブルタンニンみたいに美しいんだけど、耐久性が高く、なんと水にも強くなっています。なので、まあ、この手のトートバッグっていうのは、まあ、雨が降ってる日とかさ、ちょっと使うのが嫌だったりするじゃない？なんだけど、ほぼ心配せずに使ってもらえることができます。そうそう、水がついても、シミになることはないので、気にせずガンガン使っていただけると思いますし、まあ、もちろんね、湯船に水張って、もう3日ぐらいずっとつけとくだったら、さすがにちょっと風合い変わると思うけど、そこまでしなければ、特に問題なく日常生活で雨風に当たるぐらいだったら全然何の問題もないです。もう本当に本当に繊細で心配で心配で仕方ないっていう人は、まあ、そういう人って多分天然繊維使わない方がいいと思うけど、本当にそういう人は、雨出すだっけ、防水スプレー、レザーの防水スプレーとか、まあ、Amazon とかロフトとかで数百円で売ってますけど、そういうのをシャーっとかけてあげればもう全く問題ないです。通常のレザーと比べるとかなり耐久性が高くてですね、水にも強い仕上げになっているので、耐久性が高くて風合いも美しいコンビナメシを採用した姫路レザーとなっています。さらにですね、今回仕上げ、レザーの仕上げにもこだわっていて、セミアニリン仕上げに してあります。で、アニリンレザーとかって、レザー好きな人だったら聞いたことあると思うんですけど、アニリンレザーって言われる場合はフルアニリンの仕上げだと思うんですけど、アニリンって、なんて言えばいいのかな、革を染める染料のことなんですけど、フルアニリンの場合は、アニリン、染料を使って染めた後に、表、この革表面が保護されないまま出てるんですよ。そうすると、レザーそのものの美しさは確かに出るから、風合いはすごく綺麗なんだけど、傷が非常につきやすかったりだとか、あと水にめちゃくちゃ弱くなったりするんですね。アニリンレザーって高級品とかだとあるけど、どうしてもやっぱり雨が当たってすぐ、僕もアニリンのレザー持ってたことがあるんですけど、アニリンレザーのライダースとか持ってたことがあるんですけど、ものすごくこう美しくて、その銀面というか、めちゃくちゃこう光沢感が強く出てくれるんですけど、雨が降ってきた時にやっぱりシミになっちゃって、まあ、それが少し気になった時はあったんですね。で、セミアニリンだと、アニリンで染めた後にですね、顔料を薄く表面にかけるので、そうすると表面が保護されてですね、傷がつきにくくなって水にも強くなります。なので、フルアニリンのレザーの美しさほどじゃないかもしれないけど、その代わり耐久性も高く保てるので、アニリンのその美しさと、ね、保護されている耐久性の高さを両立できているので、仕上げも今回なめし方もそうですし、仕上げもこだわった仕様になってますから、ただの姫路レザーっていうだけじゃなくて、クオリティは相当高いと思っていただいて間違いないと思います。で、そうした極上のレザーをですね、今回国内の有名ブランドを手掛ける縫製工場にお願いして、縫製はね、まあ、どこのメーカーどこのブランドを縫製してますって守秘義務でもちろん言えないんですけど、まあ、結構すごいブランドを縫製している工場にお願いして、縫製は25年以上の熟練した職人さんが一本一本丁寧にハンドメイドに近い形で作っていただいているので、むちゃくちゃクオリティの高いトートバッグに仕上がっていると思います。本当に手元に届いたらびっくりするぐらい重量感と、重量感はあるんだけど、まあ、持つのにそんなに苦労するような重さじゃなくて、このレザー自体のその厚さと、この重い重厚なこの輝きですかね、
があってですね、非常に雰囲気のいい仕上げになってると思います。でもうデザインはシンプルなので、まあ、どんなスタイルでもオンでもオフでも使えるし、オンでもこのぐらいだったら全然使えるじゃないですか。でパソコンもすっぽり入るサイズなので、オンオフ使えてどんなスタイルでも合わせられるというところで、非常にいいアイテムになってるんじゃないのかなというふうに思います。フォルムなんですけれども、今オンオフ使えるって言ったけど、オン用のバッグっていうのは直線的なんですよ、非常に。でオフ用のバッグっていうのは、例えばそのキャンバスのトートバッグとかもそうなんですけど、ちょっと丸みがあるとオフ用に見えるんです。カジュアルに見えるんですね。で今回そのベーシックなトートバッグを作りたくて、もう何年経っても10年使ってほしい、10年以上使ってほしいですし、オンでもオフでも使ってほしいって考えた時に、ベースの形は直線的なんだけど、少し丸みを感じるようなシルエットにしてみました。だから底板とかのこの部片がクッとこう丸まってるというか、まあ、底板入れてないんですけど、クッと丸まってるような形だったりとか、このサイドのパーツが少し丸まるような仕上げになっていたりだとか、トートバッグとしてあんまりこう直線的になりすぎないようにしているので、オンスタイルでもオフスタイルでもどちらも使えるというふうにさせていただいております。これね、多分すごい使いやすいと思います。特にその合わせられない着こなしがないので、スーツスタイルでもカジュアルでもストリートでもモードでもどんなスタイリングでも合わせられるので、僕ものコーディネートとかも多分出てると思いますけれども、特にこう何も気にせず日々使えるような便利なアイテムになってるんじゃないのかなというふうに思います。で裏なんですけれども、今回レザーの裏地つけてないんですよ。でこれなんでつけてないかっていうと、つけない方が安くできるからつけてないんだろうって思う人が結構いると思うんですけど、そうじゃないです。むしろ逆で、はっきり言って裏地つけた方が安くできるんですよ。なんでそうなるかっていうと、裏地をつけるっていうことは縫製が隠せるんですね。こういう縫製が全部丸ごと隠せるから裏地をつけるんですよ。だから GU のコートとかって大体全部裏地、総裏でついてるでしょ。背抜きの GU のコートで背抜きになってるものってすごく少ないと思うんですけど、あれは縫製隠せるから総裏にするんですよ。そっちの方がコスト抑えられるんですね、実は。で背抜きとかにすると、背抜きってもともとスーツの背抜きってもともと日本で生まれたものだけど、あれなんで日本で生まれたかっていうと、高温多湿な日本の環境だから背抜きが生まれたっていうのもあるんだけど、日本の縫製技術が高いから背抜きにしても縫製の雑さがわからないから出せるんですよ。だから日本で背抜きって生まれたんだけど、それと同じ話で、裏地をつければ縫製安いところに出してもバレないんでそれでいいんですけど、今回せっかく縫製めちゃくちゃ綺麗なので、裏地をつけないで出してることにしました、出すことにしました。あとは単純に裏地つけると重くなっちゃう。この生地自体が今回かなり分厚いレザーを使ってるので、すでにちょっとね、重厚感があると思うんですね。でこれ以上裏地をつけて重さつけちゃうと、いっぱい荷物入れた時に持ちにくくなっちゃうと思うので、毎日毎日使ってもらいたいし、オンでもオフでもって考えるんだったら、やっぱりちょっとは軽い方がいいと、軽量な方がいいと。ということで、今回は軽量化を目指してですね、裏地をつけないようにしました。でも裏地つけないと水入ってきちゃうじゃないかって思うかもしれないけど、さっき言った通りですけど、仕上げとなめしにこだわっているので、水はほとんど弾いてくれるから、中の保護剤、ライナーをつけて保護する必要は特にないんですね。まあもちろん、すっごいむちゃくちゃな台風とかで、縫製の隙間から水が入ってくることはあるかもしれないけど、基本的に日常生活で考えられうる行動してる中で、中がびちょびちょになるとか、そんなことはないと思いますから、だったら、まあ裏地はつけないで、そのままの方が、このアルチザンっぽいような風合い、このレザーの、極上のレザーの風合いと、裏見ても、レザーの風合いの良さがしっかり伝わるし、そっちの方がいいんじゃないかということで、今回裏地はつけてないんですね。で、ストラップなんですけれども、今回、その手持ちのハンドストラップだけではなくて、一応ショルダーストラップもつけてあります。でショルダーストラップでなんかこうやって持つことも多分あるだろうなと思ってつけてるんですけれども、基本的にはまあやっぱりトートなので、この手持ちで持っていただいた方がかっこいいかなと僕は思っています。外側にショルダーストラップとかつけると、ショルダーストラップの跡が少しなんかこうダサいというか、かっこ悪いなと思ったので、内側にショルダーストラップが収納できるように仕上げてあります。でショルダーストラップも、まあ、そんなにこうガンガン使うっていうよりは、基本はこの手持ちのハンドストラップの方で持っていただきたいなというふうには思っているので、ショルダーストラップは軽量化のためにレザーを使わずに仕上げてあります。まあ部分的にレザーは使ってるんですけどね。っていう感じです。で色展開なんですけれども、黒だけじゃなくて今回ダークブラウンも作ってみました。ただこれパッと見はほとんどわからないぐらいだと思います。動画だとコンビナメシなので、使っていくとだんだんこう光沢が出てきて、
少しその色の差は出てくると思います。なんで2色買う人がいるかどうかわからないけど、2色買って同じように育てていくとブラウンがだんだんちょっと明るく感じてくるんじゃないのかなというふうに思います。多分今よりは黒はもっと黒っぽくなっていって、ツヤがあって黒っぽくなっていって、ブラウンはもうちょっと明るいようなブラウン、まあ明るいっていうか少しこう光沢が出てブラウン感が出てくるというような感じ、まあ思いっきり色が変わるわけではないですけど、この動画で見るよりは少しブラウン感が強くなると思ってください。というわけで税込み5万2000円のこちらのスーパーハイエンドレザートートバッグ、スーパーハイエンドの名前にふさわしいなめし方も仕上げにもこだわってレザーにもこだわったスペシャルなアイテムが出来上がりました。で今回国内の工場を使っているので修理対応もできます。10年使ってほしいっていう僕らのコンセプトから、まあ、ハンドストラップがちぎれちゃいましたとか何かのトラブルが起きましたっていう時にしっかりサポートできるように一応修理体制も整えてありますので、何かあったらご連絡いただければ対応させていただきます。もう10年選手のトートバッグです。オンでもオフでも使えますので、トートバッグ、レザーの特にトートバッグをまだ持ってない全ての方にお届けしたいアイテムだと思っております。自信を持って今回お勧めします。とにかくね、レザーのバッグ類に関してはうちは本当に評判が良くて、買っていただいた方からの声もすごくいただいてますし、イベントやると僕のバッグ持ってくれてる方すごく見かけます。本当にこうガツガツ使ってくださる方が多いので、今までトートバッグなんでやってなかったのかっていうぐらいベーシックなアイテムですから、ぜひよかったらチェックしてみてください。発売は2月の12日夜9時から2月の13日の夜11時まで受け付けていますので、よかったら概要欄の方 MB アイテムストアのリンクありますので、こちらからぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。